吉田拓郎ラジオでないと。吉田拓郎です。募集というほどでもなかったですが、皆さん詩でも書いてみませんかということで、いい詩がというか、これはいいなって、例えば春だったねとか、線香花火とかいうの曲を昔、作ったことがあるんで、それはもう一般の皆さんから届いた詩に、つけたわけですから、そういうことを昔深夜放送でやってたなと思って、この年になってふとそんなことをやってみるのも面白いかもしれないなと思って、詩を書いてみないか、送ってみないかったら、まあやめてほしいぐらいすごいいっぱい来て、読むのが大変、もう大変な、いやーなんだ、みんな詩を書くおっさんおばさんが多いんだなっていうのがねえ、びっくりした。特にね、おじさん詩書くね、いっぱい。不思議な。そうなの。そういう詩を書くおじさんが、ラジオ聞いてるとは、僕は正直言って、こんな思わなかったな。こんなにたくさん詩を書く、書いてみようかっていう。あるいは、普段から詩を書いてるんだね、これ。いろいろメール今日、ほとんど目通した。まあ、残りはね、また来週までに通すけどね。詩も全部読んだけどね。まあ、一言で言うとダメだな。っていう感じがあるんだけど、それにしても、よく書いたなっていうか、よく普段から書いてるっていうメールもあったけど、書いて送ってきたよ、いっぱい。びっくりした。こんな来ると思わなかったけどね。でも曲をつけたいと思うのは今のところね、正直言って、前もって言って、後でね、この、詩について、こんな感じなんだよっていうのをね、ちょっとヒントをね、ヒントっていうか、話してみますけども、たくさん来てびっくりしました。ラジオ聞いてる連中が、人たちが、こんなに詩を書く人が いるのかっていうのは、ちょっと意外だったな。まあ、比率から言うと、男性の方が女性より多かったですね。詩を書くおっさんなんて、ね、ちょっと不気味じゃないか。ちょっと、詩を送れって言ってみて、これはそれはないだろうっていう話もあるけどさ、ちょっとそんな感じがしましたけどね。まあでも、詩を書くっていうのはどういう感じなんだろうな。例えば僕なんかだと、いわゆる出任せ、ね、言い方はあれだけど出任せっていうか、自分の頭の中で妄想して、想像したりして、こんな世界とか、こんな、例えば、恋とか、こんな、なんだろうな、別れとか、そういうようなことを想像したりして、あるいは映画を見たり、映画から触発されて、あ、これ詩にしようかな、なんていう、ようなことを考えたりするんだけど、そういうことやっぱり、一般的にみんなも考えたりしてるんだなと思ったときに、ちょっと大変な世の中だなって、ね、ふと思った。あれだよ、詩を書いたりして、やってる、そういう世界を作るのは、とてもいいことだけど、ちゃんと奥さんを大事にして愛さなきゃダメだよ。それから、奥さんである人は、詩を書いたりして自分の世界に閉じこもったり、自分の世界に入り込んだりするのは、たまにはいいけど、普段は夫を愛して、ね、普通通りの夫婦生活の中から、詩が生まれたりすると、本当はもっといいんだって、そういうのがね、あまりなかったんだな。僕は、今回、みんなのいろいろな目を通してみてね。そういう日常的なものが、君たちは少し夢を見すぎてるっていう気が僕にはしたけどね。一言で言うと。さて、コンサートライブ、コンサートライブというか、次なるコンサートの、もう残り、少ないから全部言っちゃうっていうことね。もう、いろいろ小出しにしてる場合じゃないじゃないかっていうんでね。日にちはね、もうすぐ言うからね。もう、主催者から発表がある前に、もう俺が発表するからね。その、前に場所を言っとくと、横浜、ね、パシフィコ横浜。横浜は、パシフィコ横浜が、僕はやりやすい。それから楽屋が好きなんだ、あそこの。そういうの僕、すっごいこだわるんだな、楽屋の居心地。
パシフィコ横浜の楽屋から外見てると、すごいいい景色があって、で、時々コンサートに、行こうとする人たちが、あそこで、僕があそこの楽屋にいるのを知ってて、下から手振ったりしたら、もうこっちもすぐ窓にへばりついて手振ったりして、愛想いいから、ほら、吉田拓郎は。ああいうの好きなんだよね。だから、パシフィコ横浜、結構楽屋がオープンで好きだな。それから、東京国際フォーラム、ね。これはもう、あそこの、楽屋からコンサートステージへの、動線っていう、まあ、楽屋からスーッと出て歩いて、右へ曲がって左へ曲がったところでステージがあるっていう、もう頭の中で描いて、この、動線、途中でね、まあ、コンサートをいろいろ見に来てくれてる、業界の人や有名なスターたちがいっぱい、そこで、こうやって、頑張ってください、みたいな感じで、来てるんですが、そこを、まあ、聞きなよ、ってな感じで、吉田拓郎が偉そうにね、通っていくっていう、動線があるんです。そこがね、好きなんだな、フォーラム。これで全部言ったかな？なんだ、そんだけかっていう、んでね。だから、横浜、東京、浜松、ね、パシフィコ横浜、東京フォーラム、アクトシティ浜松、名古屋センチュリーホール、大宮ソニックシティ、宇都宮文化会館、市川市文化会館、というわけで、それに、なんとなく、なんか雰囲気的に東京でもう一個なんかこの番組的な、ラジオでないとの延長線上のようなもう一本が、どっかに入り込んでくるかなっていう、ニュースは僕も、さっき、聞きました。日本放送の人から。これはもう発表できること、時期がもうすぐ来ると思いますけどもね。そういうわけで、1,2,3,4,5,6,7 プラス1っていう感じなのかな。まあ、ここでリハーサルのスケジュールがガッと出てるけど、リハーサルが多いね、吉田拓郎は。こんなにリハーサルよく練習する人だな。すっげえきついスケジュールだ。練習見てるだけで、うわーと思って。それで今ね、言ったっけ、ゲネプロをやめろって。ゲネプロをやめてくれっていう、ゲネプロなしでやるっていうね、吉田拓郎。ね、コンサートツアーを始めたのは吉田拓郎。ゲネプロをついに、廃止したのも吉田拓郎っていう、歴史に名を残そうと思って。嘘だろ。そういう感じでね。さて、皆さんから詩が届いたりし、それからコンサート会場も決まり、あと、なんだかんだとか、その新聞とかなんとかを読んだりしてですね、吉田拓郎が最近思ってることとですね、一つすごい、お話したいことがあって、これからちょっと皆さんにお耳拝借ですが、男性がですね、家事、家の手伝いをどんな、時にするか、手伝うのはどんな理由からやってるかっていう、新聞記事があったんだよ。これをね、もう食い入るように僕見ちゃうんだな。僕の昨今の吉田拓郎としてはね。で、これある統計によりますとですね、今時は 35% 近い男性がですね、35% ですよ。35% 近い男性が料理、掃除、洗濯の片付け、そして育児が好きだと。または自分としても得意だから、やると答えてる。35% の人が、料理、掃除、洗濯、片付け、育児が好きだから、俺は得意だからやるんだ、と答えてるそうです。35% の男性ですよ。僕たちの親父とか、まあ僕の青春時代も考えられないですよ。男って、そんなじゃなかったでしょう。今 35% の人が、好きなんだと。それで 20% ぐらいの男性がね、奥さんに、妻に喜んでもらいたいから、と答えてるそうです。ね、20% ぐらいの男性が、妻に喜んでもらいたいから、と答え。同じく 20% ぐらいの人が、妻の、奥さんの自由な時間を増やしてあげたいから。優しい男たちが増えてるんだよ。ねえ。耳かっぽじて聞けよ、男たち。
35% の男性が料理、掃除、洗濯、片付け、育児が好きなんだ。得意だから俺にやらせろ。で、20% ぐらいの男性が奥さんに喜んでもらいたい。同じく 20% の人が奥さんにも自由な時間を作ってもらいたい。ほいで 19% の人は男も家事をするのが当たり前だろっていうふうに思ってる。そして 14% の、14% が家事をしないと罪悪感すら感じる。家事をしないと罪悪感すら感じるようになった。いやー、時代とともに男たちも変わってきたな。俺の親父の時代、親父っていうのはなんかふんぞり返ってて、おい飯とか風呂とか、なんかタンの切る寝巻きとか言って、俺奥さんが、はい、はい、はいっていうなんか、そんなのを僕なんか見て大人の育ったからさ、ほいで、広島時代、そうやって女系家族で、うちを、都合で都合というか、親父と袋が別居してたんで、お袋とおばあちゃんと姉貴の中で育ってから、なんか、なんとなく、時々来て、ふんぞり返ってえばってる親父見てるとさ、なんか、なんだ、こういうもんか、男とは。しかも僕は鹿児島だから、男性が、なんて言うんだろうな、まあ、男上位な感じの、なんて言うの？そういう教育をね、あるいは近所の人たちを見ているわけで。いやいやいや、時代は本当に、今の男性はやっぱり、その思いやりっていうかね、そういうのが溢れてるなと。で、僕もですね、さあ、ここで吉田拓郎がですね、僕も今時のその、先ほど言った優しい男性たちのように、家で、奥さんが、仕事でいない時とかですね、そういう時には洗濯とかやったりですよ、ゴミ捨てに行ったり、本当に大変だなと、そういうことをやってみてですね、いや、これも洗濯機に突っ込むだけでもね、乾燥機に入れたりするで、で、洗濯物を畳んだりするだけでも、これ大変なことなんだよな、もうこれ毎日365日、女の人に任してる男っていうのは、そらとってやっぱ手伝わなきゃいかんな、なんていうことをね、僕も実感しましたしね、まあ、僕は料理とかができないんで、一種の僕の場合に限っては、ま、ちょっと、ごますり、ごますってるっていうニュアンスが、どっかにあるのは認めますけどね。まあ、まあ、喜んでくれるならいいかっていうね。喜んでくれてんだから、ま、いいか、ごますりでもっていう感じですかね。まあ、でも、例えば家の中にはね、いろいろ男がやった方がいいようなことっていうのが、本当にあると思うんです。例えば、新聞だの、段ボールだの、そういうのも古いものが出て、そういうものの始末なんかは、やっぱ力仕事として男がやった方がいいだろうし、そんなことやってるのは当たり前だっていう人もいるかもしれませんが、まあ男がやった方がいいじゃないかっていうね。だ気が向いたら男性もですね、小さなことからですね、家事を手伝うっていうのは、まあいいことなんだろうなっていう気がだんだんするようになってきたんですよ。ええ。これやっぱりね、僕昔はしてませんでした。正直言ってね。しなかったですよ、僕。例えば、逗子に住んでる頃ですね、7年間ぐらい、妻のお母さんと3人暮らしだったんですが、お母さんがいろいろ、まあ、メインでやってくれてるもんだから、すっかり甘えちゃってね、何にもゴミ捨てとかそういうの、自然にしなかったね。ごく自然に何にもしてないの。ところが、お母さんが亡くなって天国に召されて、妻と二人で切りになって、そうすると、やっぱりその彼女が仕事行った時なんかに、これをほったらかしにするわけにいかないってやってるうちに、だんだんね、これや、大変だな、やっぱ一人で、俺手伝った方がいいなっていう気に、だんだんなるからね、ここが不思議なとこなんだけど、まあ、経験値が増えてきてね、まあ、鹿児島生まれの九州男児というね、レッテルで、いたんですけども、すっかり、そういうものはなくなってですね。まあ、すっかりしつけられてしまったっていうのが本音でしょうかね。今や、自分はとっても良い夫だ。ね。俺は本当に良い夫になったな、っていうふうに、つぶやきながら、毎日ゴミを捨てに行く、吉田拓郎ラジオでないと。いやでもあれだな、男
男と女が仲良く過ごすっていうかね、この社会を世界をね、あの男と女しか、男と女でやっぱり仲良くやっていく、そういう意味で言うと、だん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 その男はこうあるべき、女はこうあるべきみたいなことよりも、なんか男と女、まあみんなで力を合わせて、あのこの社会を生きていこうと。何を大きなこと言ってるんだろうなと思いますけどもね。さて、皆さんからリクエストをいただいている50音で始まる日本の歌リクエスト、今週は巣ですね。巣です。今週は巣の、巣で始まる日本の曲。まず、ラジオネーム、埼玉のカズちゃん、65歳。ね。この年代の人がリクエストするとこういうのがあるんだなっていうんでね、僕もね、これ知ってんだ。大好きなんだ。僕もね、子供の頃ね、あの僕はあのインストゥルメンタルっていうかね、演奏するあの バンドで演奏する、そのバンド演奏みたいなのが大好きだったんで、歌がなくてもこれは僕も子供の頃よく聴きました。巣がつく曲としては、鈴木庄司さんのクラリネットが素晴らしい鈴懸の道、これ聴いてみましょう。庄司さんのクラリネットっていうのは本当に素晴らしかったんですよ。当時のやっぱあのいわゆるジャズっていうのでもポピュラーなジャズでね、非常によく聴いてました演奏をね。巣で始まる曲といえば、横浜市の三広は、谷村新司さんのスバル。そうだね、スバル、我は行くね、ものすごい大きな歌だよねこれね。本当にあって言ったもんね、お前の歌は大きすぎるよって大きいだな。ああ、それから近藤正彦、スニーカーブルース。スニーカーブルースね。これは、ありましたね。それから、ラジオネームピノコは、スーダラ節。スイスイスイダララッタ、スラスラスイスイスイって、どういう意味なんだろうね。意味はないんだろうな。スーダラ節。スーダラ節すごく多いんですよ。福岡県のペンネーム、朝から晩まで吉田拓郎も、植木俊のスーダラ節。日本中を和ませたあのチャランポロンさが、植木ひとしさんね。ああ、懐かしいですね、クレイジーキャッツね。それから、これは、ラジオネームペンギンは、巣で始まる大好きな曲は、松田聖子の、スイートメモリーズ。松田聖子さんはいい曲がね、たくさんあるよね。もう、松田聖子、エイジっていうのがやっぱ女性でね、いっぱいいて、聖子ちゃんエイジ。で、その人たちはもう松田聖子の歌なら何でも歌えるっていう、そういうのがあるんですよね。そういうのは俺たちの時代にないから、吉田拓郎の歌全部歌えるって、そんな人は一人もいないと思いますね。歌いにくいったらあらしないって人はいっぱいいるけどね。本当にね。ラジオネームグリーンは、巣は、演歌はあんまり好きじゃない私ですが、この曲だけは子供の頃から好きでした。宮古晴美さんの好きになった人。別れて暮らしても。
嫁なんかには行かないわ。待って待って待っているのよ、一人でいるわ。さよならさよなら、好きになった人。すごい若いなね。10代だったのかな。若いな、都はるみさん。この人はね、あの前に、あの、この番組始まった頃に、あの、かけたけどね、アンコツバキはこういうのがあるって。あれ、素晴らしい歌唱力でね、10代だったと思う。都はるみさんって天才的なあの、ボーカリストだな。これもすごいな、この、お演歌はね、僕もね、その、どうなの、好きとか嫌いとかそういうことも含めてね、あのやっぱ花鳥風月というか、そのテーマがね、いまいちどうなんだってついていけないなっていう時代もあったし、なんか今でもなんか作れって言われたらなかなかあのなんていうの、スリーコードでね、なんか雨が降る、雨が降る。こういうのはね、何が雨が降る、雨。こういうのは、まあ、ダメなんだけどね。そういう歌詞もいっぱい来たってな。あの、募集した中に、ちょっと、こら、ちょっとっていうのが。だけど、何人かの歌手の人を好きなっていうのがあって、僕のね、iPod にも入ってるんですよ。前川清さんとか、都はるみさんとかですね。一曲だけね、番組でかけたね、南春夫さんのね、平手美紀の歌ね、あれ、ああいうのがちょっと入ってるんだ、ああいう、それから、あ、そうそう、あの、ギタリストの青山徹が好きだったね、北島三郎さんのギター神器ね、あれもなんか渋いな、ああいうなんか渋いなっていうか、ちょっと引っかかるの曲は好きだね、うん。さて、皆さんが選んだ、あいうえおから運までの50音の中から、こちらから選んだ文字で始まるのを提供してますが、今週数はですね、第5位には、近藤正彦、スニーカーブルースが入りました。第5位にスニーカーブルース。第4位は、松田聖子、スイートメモリーズ。ね。第3位は、RC サクセションのスローバラード。スローバラード、RC サクセションね、いいな。第2位、谷村新司さんのスバル。これやっぱみんなよく知ってる曲っていうことだよね。で、第1位はやっぱり植木仁さんのスーダラ節。これがあの1位になったってことは年齢層が高すぎるって、この番組を聞いてる人のもうそこに尽きるんだよ。なあ、若者たちを少しでいいから聞いてくれ。頼むよ。植木俊さんのスーダラ節が1位になる番組っていうのは、俺、吉田拓郎がやってる番組としてはちょっと問題があるんだよ、こら。なあ、勘弁してくれよ。そういう今週はベスト5でした。来週は、ただね、今週はスは、1位は植木さんのスーダラ節でしたが、今週、スの中でちょっと選んで聞いてみたいのは、松田聖子、スイートメモリーズ。これね、詩送ってくれたやつのね、渡辺、ね、江戸川区の。またあの夢を見た、眩しく輝いていた頃、もう少し自信があったなら、どんな今になっていただろう。みたいな曲をつけたんだよ、今。ただいいじゃないって思うでしょ。ただこの詩はね、ちょっとバーって寄るとね、ラジオネームイノシシゾシ58歳、またあの夢を見た、眩しく輝いていた頃、もう少し自信があったらどんな今になってたんだろう。君に言えなかった一言がそれぞれの今を作っている。僕はここにいるよ、今ここにいるよ、あれからここにいるよ、ずっとここにいるよ。2番、あの頃の僕はあまり未来を描けなかった。時の流れを気にしないでずっと居場所を探していた。君を苦しめた一言がそれぞれの今を作っている。僕はここにいるよ、今ここにいるよ、あれからここにいるよ、ずっと。これで2番まで行ってんだ。だから
ら、今までだったら、歌作れるなっていう感じはあったんだけど、3番がダメなんだ。3番は、今は幸せだよって来ちゃったんだ。ね。今は幸せだよ。多分君もそうだろうっていう、ここへ行くんだったら、この歌全然つまんねえんだよ。そこへ行っちゃいけねえのよ。このね、あの頃の僕は未来を描けなかったん。あの頃眩しく輝いていたんだけど、自信があんまりなかったんだよ。そういう自分だったのに、3番で今は幸せだよ。多分君もそうだろう。やっと居場所を見つけたみたいだって幸せになっちゃダメなんだよ。そこで。それつまんねえ、そんな歌は。だから、こういう場合には、この、今は幸せだよ、多分君もそうだろうって、ここへ行ったりとか、やっと居場所を見つけたみたいだって、こういうことを歌にしちゃ、つまんない。と僕は思ってるわけ。だから、それは、やっぱりどういう世界が3番で欲しいかっていうと、やっぱり、あの頃は夢を見てて輝いていたんだけど、自信は全然なかった。で、自信があったらもっと違う自分になってたかもしれない。2番で、あまり未来を描けていなかった、ずっと居場所を探してた。で、君を苦しめた。そういう自分だったんだから、やっと居場所を見つけたみたいって言うんじゃなくて、こういうところに歌の世界として行かないで、やっぱり今でも、あの頃と何にも変わっていないかもしれない。ね、今でもあの頃とはあんまり僕は変わってないのかもしれないなっていう、そういう世界の方が俺は歌としてね成り立つと思う。ストーリーとしてもね、そういう方が歌をつける気になるんだな。こうメロディーとか、今は幸せだよ、多分君もそうだろう、やっていい場所を見つけたみたいっていうのはね、そこへ行っちゃったら俺はちょっとそれになんだなっていう感じになるんだ。どうだイノシシドシ君、吉田君は、拓郎君は、そう思う。だから3番でこけました、この歌はね。だから最初の A メロなんかちょっといい感じでついたなと思ったんだけど、3番見た時にこけちゃったな。うん。それでね、やっぱ詩を書く時にね、一つのヒントっていうか、考え方としてね、この何もかんも歌ってしまおう、歌にまとめてし、入れてしまおうと思うのはよした方がいい。何もかんも一個の歌の中に入れようと。ね、だから幸せや不幸や喜びや悲しみ全部を一個の歌の中に入れようとか、そういうことはプロじゃないんだし、そういうことはしない。そういうのがうまいし、作詞家の先生もいるけど、そういうことは君らアマチュアなんだし、だから僕ら、シンガーソングライターと呼ばれてる僕らソングライターたちは、そういうことはあんま考えしない。そういう大きな、何もかんもいい、こう、ぶち込んで、もうごったになるような歌は作らない。例えば、失恋の歌だったら、失恋という小さな世界でいいじゃん。そういうなんかね、その、すべての、例えば失恋した悲しみがあったとしたら、その2番では、他の悲しみやら寂しさやら孤独感なんかを、2番、3番、4番、どんどん持ってきたりしないの。そんなに広げていかないで、失恋の恋に破れたっていうことだけにこだわるっていう、そういう世界観、を歌にする。一番、二番、まあ、二番、三番までやるな、三番でもね。この悲しみっていう、失恋した、寂しさがあったら、その寂しさを、他の寂しさも持ってきて、全部二番、三番、四番に入れようとしないで、その失恋したっていう寂しさだけでいいんだよ。そういうちっちゃなこと、ちっちゃな世界に、割とこだわった方がいい。妙にスケールを大きくして、とか、そういうことを考えない方が、僕はいいと思います。吉田拓郎先生が、おっしゃってるんですか。吉田拓郎の世界としてはそういう感じを、考えるんですか。そしてそれからメールで、堺市のカズ。作詞の募集、素晴らしい企画ですね。いかにも拓郎さんらしいです。そうでしょうかね。僕らしいと思いませんが。ちなみに、もし採用されて、アルバムやライブで歌われた場合には、印税が作者に入るのでしょうか。年金暮らしのささやかな生活が一変することもあるのでしょうか。ねえ、小さな、それは君はあるよ。印税がヒットしたらだよ。ヒットしたり、あるいは、売れるアルバムとかに採用されたりする、かステージで歌われたりしたら、それはあなた印税生活者として、ねえ、ささやかな、生活が一変するかどうかはちょっとわからんけど、ね、売れ行きによっては、大ヒットすれば、それはすごいこと。大ヒットしなくても、印税というものが入ってくる、こう可能性はあるわけですよ。ちなみにですね、もう笑ってしまいますけどもね、
あの、うちでね、また吉田家の話になりますけどね。うちの奥さんがね、私も詩を書くって言ってね、書いたなって俺がこう言ってね、私も詩を書くんで、あ、まあ全然浮かばない、もう詩なんかやっぱり私全然詩書く才能とかないんだ、詩浮かばないよって言うからね、これじゃあ曲のタイトルだけでも考えてみたらどうだって言ったんですよ、僕がね。詩はもう浮かばない、私なんてそんな才能ない。私もダメだ、そんなん無理よって言うから、じゃあ曲のタイトルだけ考えてみたらどうだったら、曲のタイトル、そうね、例えばじゃあ、私の彼は右利きってのはどうなって。なんだお前って言うか、いや、私の彼は右利きっていうのダメっていうか、ダメだよ、他ないのかって言ったら、そうね、木綿 100% のハンカチーフって。確かにうちの奥さんね、もめ、綿 100% にこだわってはいるんですよ。ええ、僕もそうなんですけど、綿 100% の、僕もね、パンツとかトランクス履くんですけども、うちの奥さん、もめん 100% のハンカチーフってお前、それは松本隆が怒るだろうって。それで、挙句の果てに、ねえねえ、拓郎さん、これはどうでしょうねって何だったら、秋だったね。ああ、それは秋だったね。秋だったね。うちの人は全然才能ないですね、そういう。ついでにね、そうそう、ついでに言うとね、僕がね、いや、俺も若い頃はまあ、ありきたりだけども、ある種のその孤独感とか、野心とかね、孤独感とか野心とか体からこう溢れてって、そういう詩を書いたもんだったよ、つって。まあ、例えて言うなら若い頃の、アランドルンみたいにこう、野心に溢れてたんだな、って言ったら奥さんがね、すかさず返してきたんですよ。あら、あんたの場合は野心じゃなくて、野心だったんじゃないのって言われて。ちゃんちゃんだした。吉田拓郎です。一人で喋ってます。日本放送、吉田拓郎、ラジオでないと。さて、僕が予定している次のライブコンサートで一曲目をどの曲に、したいか、一曲目何がいいか、皆さんからのアンケートを募ってますが、今週のランキングですね、ベスト5を発表しますと、皆さんからの一曲目これを歌えよ。第5位、僕の道。僕の道ね、これはもうフロムティーンに入ってましたからね。第4位マーク2。第4位マーク2ね。一曲目からね、ちょまちゃかちょまちゃかちょまちゃかポインフェーちょまちゃか、ギターのフレーズを口で言うな。3位、元気です。元気です好きだね、みんなね、意外とね。あの曲長いしなあ、それから一曲目っていう感じの曲でもないんだな。第2位、春だったね。ね、秋だったねじゃないよ。秋だったねにしたらびっくりするだろうな。春だったねは、一曲目としては、ありなんだろうかなっていうね、思うけどね。この、僕の道マーク273、元気ですに比べれば春だったねでオープニングっていうのは、いいのかなとは思うけど、まだわからんけどね、僕も決めてないけども、言って内心はちょっと思ってることはあるんだけど。そして今週の第一は、先週言いましたが、ありえないって言ってる春を待つ手紙で、ありえないって言ってるのに。ありえないですよ。追いかけました。あなたの姿。絶対一曲目に合わない。あれはフロムティーっていうアルバムに合ってるんです。一曲目が。なぜか、それは僕しか知らない秘密があるんです。あれは一曲目なんです。サウンドとかあの感じが。で、僕がふと思うに一曲目としてはね、ガーンって行くのか、ここがヒントなんだけど、僕はちょっと考えたの。ガーンと行くのか、静かな中で始まるのか。静かな中で、この曲、これがヒントだよ。吉田拓郎です。一人で喋ってます。日本放送、吉田拓郎、ラジオでないと。今週のマイフェイバリットソング、
今週のマイフェイバリットソングは、ロックバンドダイアストレイツのボーカルリードギターのマーク・ノップラーの超絶ギターサウンドね、すごい素晴らしいですね。そのなんだろう、この人のバカテクっていうね、あの指でこうエレキギターを弾くっていうのはね、日本では徳武くんがうまいですけどもね、徳武くんはテレキャスター等ですけどもね、どっちかギターが、マーク・ノップラーはストラットキャスター系ですけどもね、ギターが、まあ、とにかくあのこの人のギターですよ。もうそれとボーカルとかもね、この人多分ね、ボブ・ディランとかの影響を受けてると思うんですね。だからボブ・ディランのロックサウンド、エレキギターを使ってのロックサウンド、ザ・バンドをバックにしたああいう影響を多分受けてるんだと僕は思うんですが、ボブ・ディランの影響だと思う曲作り、この人の曲作りとかから歌い方なんかはちょっとディランを彷彿とさせるとこあって影響を受けてるんじゃないかなと僕は思いましたが、とりあえずすげえです、このギター、まあ、この人の場合はそのプレイをですね、聞いたり見たりするしかもうこのないんですが、超絶の、いやーこんな俺一回ね、あのニューヨークレコーディングの時に、あの加藤和彦とね、ズズと言った時に、あの時に、なあ、ギター、マークノップラーとか呼べないのって言ったら、そら無理だよ、タクロって。そうなのっていう感じで、ちょっと酔っ払った勢いで絡んだことあったんだけどね。マークノップラーのギターっていうのは、なんか好きだな。あの、僕は、その、バンド系で言うと、ザ・バンドのね、リードギターとね、それからこのやっぱダイアストレイツのマーク・ノップラーと、なんかストラットでギター弾いてる、あの感じが何とも言えないんですけどもね、悲しきサルタン。ロバーツソンとかね、このマーク・ノップラーのギターってボーカルの後ろにでやなってる感じが歌にこう絡んでるみたいな、歌に絡んでるっていうのが好きなんだよね、僕ギターとしてね。あのソロとかギターソロとかそういうのがすごいっていうのはね、あのプログレのロックとかそういうのでやっぱ聴けるんだけども、歌ボーカルに絡みつくようなギターっていうのが歌とともにこうそこにあるっていうギターが僕は好きなんだな。レコーディングでもね、ギタリストたちにはね、歌に絡みつくようなギターを弾いてほしいっていうふうに、ソロとかね、イントロとかその感想とかそういうふうに決まったところだけいいんじゃなくてね、この歌の後ろで気持ちよい、いいね。1987年8月ヨーロッパでも、MTV っていうね、なんか開局になったそうですが、オランダのアムステルダムが放送開始したのが最初だったそうですが、この新しいチャンネルで最初にですね、流れたのがこのダイアストレイツの、マネフォーナッシングと、これから聞く曲なんですが、
これが、このビデオが、このいわゆる MTV で最初に流れたビデオだったそうですけども、その頃にはこの Money for Nothing という曲はすでに大ヒットしてて、1985年、2年前には全米チャートで3週連続1位になったそうですけども、ちなみに MTV って MTV はね、結局僕なんかあんまりこう入り込まない世界だったんですけども、MTV がアメリカで初めてオンエアされたのは1981年だったそうですから、マーク・ノップラーの、この、マネフォーナッシング、は、その一番最初に MTV としてヨーロッパで流れたこの MTV っていうのをご覧になった人いるんじゃないでしょう。僕なんかも後になってみましたけど、かっこいいんすよ。なんかね、やっぱイギリスだな、こういうなんか、うん、イギリスのバンドだなっていう感じかな。でもアメリカンロックなテイストがしてるんだけど、MTV っていうのは縁がなかったね、吉田拓郎。考えてみるとね。今ふと思ったな。うん、似合わないんだろうな。いくつになってもハッピーバースデーで、プロモーションビデオ作ったけど、全然つまんなかったな。なんとなくやってても面白くなかったし、あまりあれだったな。そういう世界に、やっぱ映画的なあれが、ないんだろうかな。吉田くんには。ないんだな。自分でね、演じるの恥ずかしくてできないんだよね、カメラが来るとね。ただできないんだな。そこは俺のダメなところなんだけどもね。次の曲は、ダイアストレイツ、マネーフォーナッシング。
吉田拓郎ラジオでないと。この時間はブルボン損保ケアがお送りしました。さて、ここで番組をお聞きのあなたに思い出深いあの妻恋から嬉しいお知らせです。妻恋リゾート西の里へ3組6名様を無料でご招待させていただきます。ご希望の方は住所氏名年齢電話番号を書きの上ty@1242.com ty@1242.com までお送りください。当選者は発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募をお待ちしております。皆さんからのメッセージをお待ちしておりますが、歌謡曲とかですね、好きだった青春歌謡とか自分の好きだった歌謡曲とか洋楽でもいいです。リクエストをください。それから、僕の次のライブの1曲目、あの歌を歌ったらいいんじゃないでしょうかっていう、今日ちょっとヒントもありましたが、それに限りませんがドーンと勢いがいつでもいいですからね、送ってください。毎回ランキングで発表したいと思います。続いて、今日はちょっとダメ出しをして、しまいましたが、皆さんから歌詞を、詞を書いてみないか、歌のね、これはいいじゃないかと思ったら曲をつけます。それから皆さんの新しいメッセージテーマを、お願いしたいのは、もう一度やってみたいことが あるとしたら、例えば旅行にあそこ行ったんだけどもう一回行ってみたい、学生時代に戻ってみたい、それから あの頃のあのイベントにもう一度参加してみたいね、好きだったアイドルをもう一回追っかけてみたい、今更やってもらっても困りますけどもね、何でも構いません。そして、勝手に選ぶ日本の歌50選は次回は、他です、他行の他、拓郎の他ですが、その次はあです、あで始まるタイトルの曲を募集しています。メールアドレスは ty@1242.com、 はがきの宛先は郵便番号 100-100-8439、 日本放送吉田拓郎ラジオでないとの係です。吉田拓郎でした。